会のアカデミー賞と呼ばれる ESPY 賞。複数回受賞者は3人のみ。ドジャースの大谷翔平投手が26日、日時間27日、米会のアカデミー賞と呼ばれる ESPY 賞で最優秀男性アスリート、最優秀選手にノミネートされた。全米野球記者協会所属の J.P. ホーンストラ記者が伝えた。最優秀男性アスリートでは、大谷の他に、NFL、チーフスのパトリック・マホームズ、世界1位のスコッティ・シェフラー、NHL オイラーズのコナー・マクデビッドをノミネート。この4人の中から1人が選出される。最優秀選手では、大谷の他に、ブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア、ヤンキースのゲリット・コール、レンジャーズのコーリー・シーガーをノミネート。昨季のナ・リーグ MVP のアクーニャ・ジュニアは、故障で今季絶望となっている。大谷は、最優秀男性アスリートには3年連続で、ノミネート。2022年には受賞しており、2回目となれば、史上4人目の快挙となる。最優秀選手には4年連続でノミネート。3年連続で受賞しており、4年連続なら、史上初の栄誉だ。フルカウント編集部。